が待ってです。やってきます。藤井対先生、局開始。よろしくお願いします。ちょ、2手目8四歩ついてみよう。うおー、そういう感じ。いやー、でもこれ後手番で歩ついたのに右四間飛車っていいんですか先生。さすがに手の遅れが先手番でついて右四間飛車やる分には先手の手得があるからいいけど、後手でこのちょっと右四間飛車において無駄手を指しながら右四間飛車にする勇気はない。だから2手目8四歩やってないんですよね、自分。いや、これは歩ついていくか。2手目8四歩と右四間飛車の相性悪しっていう問題あるんですけども、っていう問題ありまして、金上がってヘナ球いっちゃう。ヘナ球いっちゃう。ヘナ球いっちゃいます。桂馬跳ねんのあかんの。富澤キック、こういうの富澤キックって言いますよね。同歩なら角成り。桂跳ねってでも角引かれて次がないか。さすがに、さすがに、さくさ、あ、さばる、パパパパ。はい、いっちゃう。でも、ヘナ球の本読んだけど忘れた。あー、それどうするんやっけ。それ乗ってたよ。乗ってたけど、忘れたんよなー。マジで、定石書あるある。取るんやっけ？え、取るの？取れるこれ。同角で飛車通されんの大丈夫そう？ねえ。マジで定石書はこれがあるよな。なんか、級位者の方の質問で、定石書読むんですけど、手順が覚えられません。どうすればいいですかっていうコメントをたまにいただくんですけど、僕も覚えられないっす。はい。僕も覚えられないんで、僕の方が教えてほしい。うん。投げやり。ちょっとそれ投げやりすぎませんか？いや、真面目な話そうよ。うん。そんなね、一回や二回読んで、覚えれるアマチュアなんていません。はい。さすがにプロでも無理なんじゃないかな。一回読んだだけで全部覚えるって無理でしょう。わかんないけど。それはプロを甘く見すぎ？この変化は乗ってなかったね。こっちが変化したか相手が変化したかわかんないけど、この変化は乗ってませんでした。うん。シュガーすまんな。すまんやで。変な手順を指してもうたわ。じっとぎ、あふ、銀出を見せている。嫌っすね、それ。嫌っす。飛車回っても銀。引いて。まあまあ、それは難しいか。銀出ちゃうと、ふうふうの楽しみなくなるから。まあまあ、それでっていうか。ね。だからもう何回も読むしかないっす。定石書を覚えるのは。うん。何回読んでも全部の手順を覚えるなんて無理ですけどね。うん。すごい投げやりなことを言うと。まあ、だから覚えるのは無理なんですけど、何回も読んでると、あ、まあ、ちょっと簡単すぎる例かもしれないけど、ヘナ球ってこう、歩ついて仕掛けるんやとか、だからそういうことが分かってくるんですよね。だからそれが分かってくると、こう、対局で、なんていうんですか、定石じゃない局面、ちょっと定石と違う局面になったとしても、こう、勘どころが分かってくるというか、そういう感じ。それは歩で形悪すぎひん？あ、銀出るってことか。でも銀出たら飛車逃げといて、角成り狙えるけど、それどうやって受けんの？ This is 勝ちじゃないこれ。まあ、角ぶつけられてむずいか。角ぶつけられて大丈夫そう？それ大丈夫そう？角打ちの筋あるから、ここに引いた方が良かったっていう説ありそうやけど、大丈夫そう？これ同角なり同金なんかな？同桂ならこう、歩捨てて同銀に飛車走るとか一応あるんですけど、同金なんですかね？
よし、わかった。もう、歩打つこ。角成り同金で、これ手順にここ守られるから、歩打つき捨てて、まあ、同金はもうビジュアル的に差し切れないでしょう。振り飛車党はこういう同金でこの、もうありえない団子みたいな形許せないと思うから、同角か同銀なんですけど、同角なら、同角、同金、歩打って銀取り、同銀に飛車走るみたいな筋がありましたね。同銀なら歩打って、歩歩だけで勝てない。歩歩なりだけで勝てないっすか。同歩なら同桂で、なんかガリガリいけないっすか。無理っすか。それ取ると？それ同角も同飛車も取り方なくね？同角はなんか歩打って銀かわしたら飛車取るみたいな筋あるし、同飛車は同飛車同角飛車打ちが角銀両取り。ヘナ級最高！ヘナ級最高っす。これはどうするんかな。まあやっぱ歩かな。銀引き以外、ここは同角、ここは飛車取れるので、もう銀引きの一手なんですけど、桂馬跳ねて、銀取りで、銀逃げたら飛車取れるから、もう逃げ場所ない。ただ、まあちょっと変化長くなるんですけど、歩打って銀引いて桂馬跳ねた時に、角かわすっていう手が気になる手で、銀取れるんですけど、飛車取られる。ただそこでもう一枚金もらえるんよな。だから飛車と金銀の交換やから、悪くないような気もするけど、飛車を取られつつ、こう飛車を成られる罪についてもうちょっと考えてみたらって言っとく？罪について考えてみたらって言っとく？ちょっと歌下手すぎん。今の歌下手すぎて何も伝わってない気がする。どうします？どうしますかね、これは。ヘルプミー。シュガーヘルプミー。ヘルプミーシュガー。わー、これヘルプミーシュガーやなー。こういうの、あの人ならどう指すかなって考えるのいいんですよね。自分の好きな騎士、ハブさんならどう指すかなとかね。シュガーならどう指すかな。シュガーならどう指すかなって考えた結果、いやー、打っちゃった。これ受けが好きな人はこれ、ギャリそう。なんかこう、金銀2枚もらえる。こう、桂なり金、桂なりで銀、なり桂で金って金銀2枚取れそうで、金銀2枚取れたら、受けに使えるから、受けがいがあるから、受け好きな人はこう、な気がする。それは取って自信あるけどな。同角？同角は飛車交換で、同角に飛車が、角金両取りか。同桂は、歩打ち同飛車銀打ちの飛車金両取りっていう筋がありましたね。これ取って、だって次、歩成り狙えるもん。これはいいでしょう。ヘナ級 is good.ヘナキューイズゴッツってこと？うわー、すごい辛抱。しかし、これは歩成りに同金は角成りがあるので、同桂を用意したってことなんですけど、もう一回歩打って、それは同銀なら桂跳ねが銀取りってことですね。なんかヘナキューとか、まああと似たような急戦で、四五歩早仕掛けってあるんですけど、どっちもこの歩の叩き食らいやすいんですけど、なんか銀引く手が大抵いい手になるイメージがある。いい手になるイメージがありまして。これはおっささりでしょう。こっちは同角でしょう。こっちは歩なって、同金に飛車取れるでしょう。なんか怖いことしてくる。なんかこの人怖いことしてくる。同飛車歩叩いて同飛車桂跳ねみたいな筋か。飛車逃げたら角通して歩成り狙ってくるみたいな、そういう思想。まあ同飛車で
歩にも同飛車取っちゃおうかな。桂跳ねられるけど、まあ、なんか引いといて、次がないでしょっていう、そういう姿勢。まあ、もしくは飛車逃げて、角逃げた時に、角逃げて飛車通した時に、歩成りで攻め合っちゃう。まあ、そっちか。そっちの方が、通か。ああ、これこっち来られるか。ああ、ガバガバ。こっちなら切れるんですけど、こっちだと切れないっすね。しかも、こう通ってくるし。まあでも行くしかないですね。これで歩なった時に、ファンキーに飛車を走るか、で、同金なら角成りみたいな。ファンキーモンキーベイビーズしていくか、まあ冷静に飛車逃げるかなんですけど、ここまで来たらもうファンキーに行きまーす。ファンキーに行かせてもらいまーす。金取る手もありましたね、今。なぜそれを考えなかったんでしょうか。非常に、意味が不明なんですね。今普通に金取る手が一番良かったんじゃない。いいの、この馬引きが絶品だから。そんな過去のことをくよくよしない。これで桂打ち狙えば将棋は勝ちなの。これで負けっていうのはありえないの、理屈上。それは手筋ですけど、同馬で近づけるっていう手筋なんですけど、それここに金いないとあんまり意味ないと思うんですよね。ここに金いれば、同馬に金上がった手が馬取りにしながら、桂打ちに同金を用意するっていう手筋があるんですけど、金ないから意味ないでしょ。おー、そんな芸術的な手があったんですね。まあそれは馬入ってと金入り見せれば勝ちか。これと金入った手が詰めろなんよな、銀打ちから。銀打ち同金同馬、同玉金打ちでバリ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 王手していけば詰みなんで、よーしおーしー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 、逃げて銀取って同玉に飛車打って王手していけば詰みですね。ありがとうございました。はい、やっていきます。お願いします。バケモン、よろしくお願いします。7割4分。7割4分。そんなことある?そんなことって、あっていいんでしたっけ?もう私は完全に怒りました。はい。7割4分という数字を見て、10切れ5段7割4分という数字を見て、怒りましたので、怒りの棒銀。怒りの棒銀いきます。はい。いやー、これ銀。次角なられると同金も同桂もどっちも、あんまり良くない形なので、まあ銀上がって角なりなら同銀を用意しとくんですね。もうね、怒りの棒銀。何回言うの?でも今、将棋ウォーズ世界一の人が棒銀使ってたし、なんかゴールド騎士もこう、結構こういう棒銀、序盤で採用してたから、勝ち。勝ちなんですね。それくんの。それ別に角成り同銀、銀上がりで受かると思ったんやけど、ダメ。まあそうするしか見えないんで、まあただ角上がって角成るっていうのは、二手損なんですよね。ただ、この銀も結局出たけど、これ以上出れないんで、後々引くことになると思うんですよね。まあ、それも似て損やから、まあ、そんな損じゃないんじゃねってこっちは言っていきたいんですけど、まあ、桂馬跳ねて、銀でを防いでいきましたね。まあ、これは大体歩をつくのが筋で、銀引きから歩歩で、桂頭を狙っていくと。まあ、銀出れなくなったんですけど、桂馬跳ねさせたとこっちは見てて、桂馬を跳ねさせることでこの桂頭が狙いやすくなると、そういう魂胆なんですね。これが真の棒銀ですわ。これね、結構棒銀の裏技というか、こうこれをこういう裏ゲーっていうかな、裏技というか、こういうの覚えとくと棒銀勝てますね。
やっぱりこう、棒銀一直線だけ、こう、2筋だけ見てても、まあ、勝ちにくいっていうところあるんですけど、こういう引きの技を覚えることで、勝ちやすくなると。いやー、それでもつけんのかー。それ、同飛車なら角か。銀取り。受けたらそこで銀上がって飛車が詰む。だから銀引く前に正確には金上がっとかないといけなかったんかな。その、飛車走って角が銀取りにならないように、金上がって銀に紐つく形にしてから銀引いた方が、良かったのかもしれないけど、いいっす。もう、なんかどっかで架空ってこう、系統狙って風ついてしばく。ただそれだけのお仕事。ただそれだけのお仕事なんですね。あー、橋の位取られた。橋受ければよかった。忘れてた。銀冠で橋の位取られんのでかいんよな。いつの間に橋とかついてました。最初の方についてたんですね。ゲーム跳ねて、いきますよ、私は。次あたり、こう、風ついて、銀引かせて、角とかな。あー、風つき。風つくついて、銀引かせて、角打つ。で、こう、系統を狙って、風つき同歩を狙う。まあでも、風つかれたから、こう、角打てたとしても、金上がりでここ受かっちゃうっていうのはあるんよな。まあじゃあ、そんな急ぐ意味ないか。冷静に行きます。冷静になりましょう。で、相手の方もあんまり早く金上がると、ちょっと角打ちの隙とか、こうなんか桂交換になった時に、桂打ちから金取りと桂成りの両狙い見せられたりとか、まあ、なんかいろいろ気持ち悪そうなんで、すぐは金上がりにくい説。あ、これ角打つ説を提唱しようとしてる。はい。角打ちからこう来るっていうのはあるけど、まあ、それ角手放すから、そんなうまくいかない気もするんですね。で、さっきからかたくなにこの歩をつかないのは、なんか銀引かれた後に、歩突き同歩同銀の攻めを与えるからなんですけど、そろそろついた方がいいんですかね。世の中的には。あとこれ、歩打ち同歩同桂、同桂同飛車みたいな桂交換になった時、なんかどっちが得してんのか問題が深刻に叫ばれてる。ここの桂とここの桂交換できたら、攻めの桂と守りの桂の交換なんで、攻めの桂のこっちが得するんですけど、これいなくなると角打たれるんでね。まあ一回飛車引いて様子見ますわ。一旦ね、すぐ歩打ち同歩同桂っていくと、そこで角打ちで飛車取りとか言われても、なんか気持ち悪いし。まあ、一旦、保留。保留の麻雀で。うん。保留の麻雀でいきます。はい。まあ、これ、桂交換いくか。桂交換しとく。桂交換しといたら、なんか、桂打ちの両取りの筋、狙っていけそうな気もするし。でも、歩からなんか、そういう激しい戦いにするなら、そろそろ歩ついといた方がいいっていう気もするんよな。あんまりずっと出張られると銀でっていう、どっかでこう銀でグイみたいなこともされかねないんで、例えばここに桂馬を置いてから銀グイみたいな、同銀同桂みたいな、そういう殴り方を許してしまう可能性ありましたんで、そういうのをちょっとケアしてから桂交換しときたいと思います。はい。形勢どうなんすかね、これ。あなたはどう思いますか、形勢。私は、いい勝負だと思います。はい。一番ずるい答え方。いい勝負。一番ずるいと言われてる答え方。そら、いい勝負はいい勝負なんですよね。プロの方でもたまに解説でそういう流れありますよね。形勢どちらがいいですかって聞き手の方に聞かれて、ちょっとずるいかもしれないんですけど、いい勝負だと思います、みたいな返答を聞くことは、割とありますね。金寄りってなんか左側薄そうやけど大丈夫そう？金寄りって左側薄そうやけど大丈夫そう？角打って、歩突き同歩、桂打ち、同銀、同角成りを狙う。まあ、さすがに狭すぎるかな。さすがに狭すんぎ。
さすがに狭すんぎなんかな。まあちょっと一旦入場しとくか。これ入場がな、ライン入るから解くか微妙なんよな。非常に微妙。非常に微妙じゃないですかって言われていて、確かにそうですねって感じなんですよね。うん、確かに微妙と言わざるを得ない。歩ついてなんか歩ついて、同銀なら歩打ちで銀詰ますとか狙いたいけど、まあなんかそんな感じでいくか。でもこの瞬間歩突かれる。同歩同銀。でも銀こういくとなんか角打ちがこうダブル狙いでなんか気持ち悪いと思うよな。とりあえず。なんとなく気持ち悪いでしょ。なんとなく。うん。なんとなくの気持ち悪さを押し付ける。それが大事なんですよね。それが将棋っていうゲーム。なんとなく気持ち悪い、なんとなく気持ち悪いを相手に積み重ねさせることで、ネチネチ精神的プレッシャーを与える。そうやって相手を、こう、心の面から、心の面から、こう、リードを奪っていくと。そういうことなんですね。将棋ってそんな性格の悪いゲームだったんですかと。いやー、それ嫌やなー。まあ、同銀はちょっとその瞬間ぬるいというか、それがそんな厳しくないと見て、桂跳ねを見据えてきましたね。桂跳ね見据えおじさんか。風で逃げんのはもう桂馬でしばきに来るってこと。角打つのも一つ手筋やけど、角打ちにはまあ飛車浮いて受けたりすんのかな。はー。一瞬桂飛車串刺しで気持ち悪いけど、受けられた後にこの角が働くのかが、非常に微妙。非常に微妙と言われている。まあ、でもなんか、跳ねられたら嫌やし、打つんちゃう？ねえ、ドラえもん。ドラえもんなら打つでしょ。僕、ドラえもん。ちょっと一回死んだ方がいいかもしれん。死んだ方がいいかもしれないので、歩ついてごまかします。なんか同歩ならね、桂馬打って王手金取りっていう筋ができやすいから、得だと思うんですよね。これが一回死んだ、一回死を覚悟した男による攻め方。ああ、それで詰むの！ああ、待って、それ素朴すぎてうっかりしたわ。あ、そんな素朴な手ある？いや、ちょっとそれ素朴すぎるて。わあ、それ素朴すぎるがゆえの過ち。そうか、それで角積んでんのか。角成り同飛車ってした方がいいのか、ここで取らせた方がいいのか。だから、こう桂馬跳ねられるの気持ち悪いんで、角成り同飛車ってして、この桂馬を踏んだくる手はあるんですけど、飛車ここに呼んじゃうと、ズンが来るっていう可能性あるんですよね。だからもう放置して取らせて同歩にするっていう考え方もありそう。まあ、もう一個は角引いて、次角活用できるか、ああ、できひんか。まあ、でも角引いて取るなら同銀なんですけど、同歩で銀だけはもらっておこうっていう考え方。まあ、銀ってもでかいかな。世の中。やっぱ銀って価値高い。銀って価値高いってちょっと信じてみていい？一回。いやー、銀冠硬すぎる。銀冠優秀。銀冠優秀なんですね。これ、同歩は桂跳ねとかでなんか後々歩叩きとかできて、攻めが加速しちゃうんで、もうこんなん取ってられません。はい。そんな許しません。もう時間で勝つしかないか。お前時間で負けてんのに何言ってんのって思われたそこのあなた。ちょっとそれは甘い。プロの時間キラサーの私が、ここから時間で挽回する方法、教えていきたいと思います。まずこれ、ノータイム。これもうどうせ取るしかないものは考えない。こんなもう風なられたら大体持たないですから、こんなものは 0.5 秒で取りましょう。で同飛車なら 0.5 秒で歩を打ちましょう。もうこれ風打つ手が悪手やったら、もうそれまでの自分を呪うしかない。もうこんなんもうだって、100回やったら105回ぐらいこれが正解なんで、こんなもう歩打つしかないんですね。まあ、取り込んできたらまあ、桂打ちかな。
なんかそんな厳しくないでしょうっていう攻めが来たら、桂打ちで攻め合おう。うん。歩取り込みとかね。まあ、歩取り込みは桂馬取るか。うん。地味に桂馬取るの、桂打った後こう、桂なり同期にもう一回桂打ちっていう攻めができるから、地味にでかいと思うよな。桂馬を取る手は。だからといって歩打つようではぬるいから、ここ困ってるわけですね、相手の方。はい、時間勝ち。え？桂馬あるけど。はい、勝ち。はい、取る。ああ。もうぶった切ってってこと？取ったら桂打ちがあるってこと？いや、その組み立ては結構斬新ですね。そういう組み立てが、そういう組み立て方が、世の中にあるとは、私は知らなかったんですけども。まあ、ずっと居座られたら気持ち悪いから銀打つか。こいつにずっと居座られると、どうせろくなこと起きないんで、早切ってこいと。で、なんかどっかで角が角成りからの詰みを狙いつつ、なんか受けにも効かして、攻防手みたいな、そういう組み立てどう？それ歩打つと回ってくるの？銀打ち、同桂成り、ん？歩打って、寄って銀打ち、同桂成り同銀。同飛車なり同玉。死んでそう。それ非常に死んでそう。でも受けもないもんな。次角がきつい。次なんかもういろいろきつすぎてわかんないんだけど、何が一番きついの？角がきついか。寄ったら金打ち同飛車同角なり同玉飛車なりみたいな。あ、だからさ、これ角打った手がさ、こう飛車成りに対して同角っていう筋をどっかで用意しながら角成りからの詰み見せて天才なんじゃない？あ、ごめん、天才かも。ほんと申し訳ない。あ IQ5 億。これで IQ5 億の一手ですね。よく上がんのは角打ちが嫌。歩打って、銀取らせて、その瞬間ラッシュ。無理か。角成り同玉銀で、引かれてつまんよな。つまないんですよね、どうせ。結構危ないけどな、相手玉も。銀打ち、同桂成り、同銀。飛車で角取って同銀。そこでフルボッコにされる。いやー、歩打って取らせて、いやーダメよな。いやーいやーいや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 。あいや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 。しゃーなしの銀。これ角取られるんですよね。角かー。でも桂馬で？あーこれ高校か！かー。お前手見えすぎやろ。なあ。ん？でもそれちょっと危なくない？同玉に馬入ってくるってことですよね。その瞬間ちょっと馬が相手玉から離れて危ないってことない？まあ馬聞いてるしそんなことないか。1分30秒。え？それは何ぞや。飛車取ったら馬取れますかね。ん？その角は打った方がいいの？一回歩打ってどこ行くか聞きまーす。同馬ならなんかここに効かなくなるからこっちの玉ちょっと安全になると思うんですよね。あと同馬だと銀打ちでこう馬止めて玉引く余地ができるから同玉。それなんか。同馬な？馬消えたらこっちの玉寄らんくね？寄る？ダダ寄り？同玉歩打ち上がる金打ち逃げ金積み。同銀角で、まあ、大体詰み。引く、銀打ち、逃げて、なんか金打ち。あんな持ってたら大体詰み。さよなら。
奇跡のタップミスでここに銀とか打て。なんか桂馬反則で打てへんわ。惜しかったですね。うん、惜しかった。うん、間違いない。惜しい。ありがとうございました。